工事費が建築主体工事と比べ約4分の1以下であることから工事費割合に応じて配点を少なくすることとしました。これらの変更に伴い建築主体工事については品質の確保は18点から16点に、地域貢献度は12点から11点になり、満点が30点から27点になったところです。空調設備工事は品質の確保は19点から16点に、地域貢献度は11点から8点になり、満点が30点から24点になったところです。給排水衛生工事は品質の確保は19点から16点に、地域貢献度は11点から7点になり、満点が30点から23点になったところです。電気工事については、品質の確保は19点から16点に、地域貢献度は11点から7点になり、満点が30点から23点になったところです。なお、詳細な配点等につきましては、再報告の際に公表したいと考えております。本日お示ししました案につきましては、新市立病院建設検討委員会と総合評価審査委員会で協議してきたところですが、本委員会でのご議論を踏まえて、最終的に病院局として入札参加条件や総合評価、落札方式の評価項目などについて決定してまいりたいと考えております。最後に、今後のスケジュールですが、本委員会にてご審議いただいた後、4月16日をめどに建築主体工事について再入札報告を行い、5月下旬に入札を執行して施工業者を決定したいと考えております。また機械電気設備工事については建築主体工事より1週間程度のうちに再報告をし入札を執行してまいりたいと考えております。以上であります。はい、ありがとうございます。これより質問に入ります。なお、質問の順序は共産党、自民党、公明党、民主党、市民連合、維新、小樽の順といたします。それでは最初に共産党、はい、委員長、川端委員。それでは早速質問させていただきます。ただいまいただいた資料 3-1 の記載によりますと、会員を遅らせることなく今後の手続きを行うために再入札では今回の入札参加者の事態を踏まえ確実に入札参加者を確保する方法に見直すとしているわけです。入札参加条件に共同企業体に加えて単独業者を認めるということでありますけれども、共同企業体では入札参加者がいないことも考えられると思います。確実に入札参加者を確保したいという狙いが強く感じられるわけですけども、その辺を詳しく説明していただけませんか。管理部士官。はい、管理部士官。今回 の入札参加の事態を受けまして、そのリスクを回避して確実に入札参加者を確保する方法に今回見直しをさせていただきました。設備、電気工事につきましてはA クラスの設備が6社、電気は5社しかいない中で、今回建築は4社で、2共同企業体しか参加がなく、参加したいということが生じたわけでございます。数の限られた地元業者と企業体を組めずに参加を見送る状況が、今回入札取りやめの一つの原因であったと考えられることから、5つの工事すべてに入札参加者を共同企業体に加えて、単独業者の参加も認めるということにした次第でございます。はい、川端委員。それでも仮にですね、地元企業が1社も参加参入できなかったとした場合、その入札は有効になるのかどうか、それとの関係で総合評価落札方式がですね、無意味な形になるんではないかという心配するんですが、その辺はいかがなものでしょうか。管理部士官。今回入札の中で単独業者さんと共同企業者と2つの参加範囲があって、その中で総合評価というものを評価をして最終的に落札者を決定するということでございますので、仮に共同企業体がの参加しかいないという場合につきましても、単独業者ないしは総合評価をきちんと評価して落札者を決定するということになります。
はい、委員長。委員長。それでは、有効になるということで捉えてよろしいですね。はい。まあ、一般的には、まあ、一体発注よりも分離発注、そして単独受注よりもですね、共同企業体方式の方が工事経費が高くなると、まあ、聞いて言われているわけでありますけども、地元業者の参入を保障してですね、地域経済を活性化しようとするならばですね、少し高くとも地元業者の仕事を確保すべきだと、そう、まあ、考えるわけです。なぜならば、地元業者の参入をできるだけ保障しようというのが、これまで議会での審議がですねしてきた経過だと思います。そしてまたもう一つ、今回のですね、組設計の検証報告概要版でのまとめで先ほど報告ありましたけれども、その中にもですね、技術力と受注中意欲のある施工業者がですね、複数応札して選定されるという仕組みの中で、再度入札が行われることによって、設定金額のですね、落札が十分に可能と判断されるという報告があるわけですけれども、建設主体工事については共同企業体方式でこうね、これを堅持すべきだと私は考えるんですが、その辺の見解について説明していただきます。経管理士官。経管理士官。まず地元の担、あの地元業者さんの担保という点のご質問についてですけれども、地元業者さんの担保につきましては、今回、単独業者さんと、それから、地元業者さんを含む共同企業体という方の中で、まず一つあります。それともう一つは、総合評価の中で、元請けさんが、受けた場合については、加点をするということがございます。そしてもう一つ、市内の、下請けさんが、使った場合におきましては、ないし市内業者さんから建設資材等を受けた場合につきましては、総合評価の中で加点をしているということでございますので、地元業者さんとしましては、今まで機会での ご議論ですが、ご意見を踏まえてですね、そういった形の中の評価の項目にしてきたということでございます。